はい、これがあのカラッパさんにあげるイカですね。でもイカそのまま揚げるんじゃちょっとつまんないんで、このヤドカリの殻もう上ちょっと上がね、あボロボロになっちゃってますけど、この中に詰めてちゃんと上手に食べられるか、ここですね、見てみたいと思います。はい、さっきのイカをなるべくこう細長く切りました。で切ってそれをヤドカリのこの殻の穴に2本詰めてます。これ上にちょっと見えてますね、ここのところに。この殻を割ってカラッパさんが割って食べられるかどうか、ちょっとその怪力っぷり器用さっぷりを観察してみようと思います。じゃあカラッパさん、なんか若干落ち着きないですけど、さっきのイカを入れたヤドカリの殻をちょっと投入します。お、もういきなりいったな。え、もう開けちゃった？もう食べちゃった？こんな力強いんだ。指掴まれたら怪我しちゃうレベルだな。すぐ開けて食べちゃいましたね。美味しいかないかは、ああバラバラですね。
カラッパさんは怪力ですし器用ですね。ああ参りました。美味しく召し上がってください。さっきのヤドカリの殻を取り出しました。もうカラッパさんが一発で終わっちゃって、もう中が全部見えてますね。これだったらすぐにイカ取り出せるはずですね。あんなに力が強いとはちょっと思わなかったのと、かなり器用だということがね、分かりました。あんな大きいハサミでもね、ちゃんとハサミの挟む細い部分を器用に使って中からイカを取り出してました。びっくりしました。